巻き戻った時間。子供というのは錯乱すると、わけのわからない行動をしてしまうものだよな。子供の頃、俺に起こった、不可思議なお話。当時は五月の節句で、俺のために親が飾ってくれた、 兜とと小刀が今に置かれていた。幼稚園生だった俺は、それが魅力的な遊び道具にしか見えなかった。その長さ30センチほどの模造刀を自慢げに自宅前の公園までこっそり持ち出し、友達と遊んでいた時のことだった。 もちろん模造刀だから歯に触っても切れはしないのだが、先端は鋭くなっており、何かの拍子で俺は可愛がっていた弟分の目を刀でついてしまった。吹き出す血にパニックになりながらも、俺は慌てて自宅まで母ちゃんを呼びに走った。 慌てて駆けつける俺の母ちゃんとその子のお母さん。公園も騒然としていて救急車で運ばれていく弟分。子供ながらに取り返しのつかないことをしてしまったのが理解できた。泣きながら自宅へ連れ帰されると暗い仏間の隅で一人泣きじゃくっていた。 どれぐらいそこで泣いていたのかわからないが、うつ伏せになって泣いていた俺の周りが明るくなっていることに気がついた。まるで朝日が差し込むように。その事故が起きたのは昼の14時頃だったはずだが、あたりの雰囲気はすっかり朝のそれだった。 チュンチュンと鳴くスズメの鳴き声、差し込む光。突然、母ちゃんの声が聞こえた。あんた、そんなとこで何してんの早く歯を磨きなさい。わけもわからないまま顔を上げると、朝の忙しい我が家の光景だった。 俺は母ちゃんにただただ、ごめんなさい、ごめんなさい。と謝って、〇〇ちゃんどうなったのと聞いてみたが、〇〇ちゃんどうかしたのと逆に聞き返してくる始末だった。だから、昨日刀を目に突き刺しちゃったじゃないか。と言うと、 何あんたそんなことしたの怪我は昨日のいつそんなことしたのと、聞き返すばかり。ますます訳がわからなくなり、今の兜を見に行くと、刀がない。理解できないまま幼稚園に行くと、弟分はお母さんと一緒にいて、目に眼帯をしていた。 ああ、やっぱり、俺はやってしまったんだ。と、落ち込み、恐る恐る誤りに弟分のところへ行くと、普通に。あら、おはよう。うちの子、今朝から目にバイキンが入っちゃって腫れてるのよ。いじらないように見張っててね。と、予想外のことを言ってきた。 晴れた目は、俺が昨日してしまったこととは関係なく、今朝起きたらなっていたという。頭が混乱したまま自宅へ帰ると、母ちゃんが、あんた、刀どこにあったの危ないから遊び道具にしちゃダメって言ったでしょというので、前の公園に探しに行くと、 ベンチの上に刀が置いてあった。夢ではなく確かに俺は弟分の目をついてしまったはずなのに何事も起きていない日常に戻されていた。暗い部屋で一人泣いていたはずなのに。弟分の目の腫れといい、 刀の紛失と言い、本当に未だに理解できない出来事でした。巻き戻った時間。4年前の空間。 あれは、俺が五年生の頃だった。俺の家族は、その時、アパートの三階に住んでいたんだ。ある時、上に住んでいた四階の住人が引っ越した。夜中とか結構ドタドタうるさいところだったんで、正直ラッキーくらいに思っていた。 次の日、弟が、俺をその四階の部屋の前まで引っ張って行って、いいもの見せてあげるよ。と、言った。ほら、ここの家、鍵が閉まってないんだぜ。本当だ。きっと前の住人が出て行くときに閉め忘れて、大家もチェックするのを忘れたまま帰ってしまったんだろう。 もちろん家具などは運び出されてしまってもう何もないが、自分の家と間取りが全く同じだが、家具が何もない部屋の中にいると不思議にワクワクしてくる。俺たちはその部屋を秘密基地にすることに決めた。友達にだって内緒だ。それから多分3日くらい後だと思う。 予想外に学校が早く終わった俺は、家の鍵を忘れて出かけてしまったことに気がついた。母さんは仕事だし、弟はサッカークラブで夕方にしか帰らないだろう。困ったな、どこで時間を潰そうか。突如、俺の頭に明暗がひらめいた。 あの部屋の中で待っておけばいいじゃないか。この間弟とあそこで遊んだ時に、トランプやいくつかのおもちゃを置いたまま出てきたはずだ。それで遊びながら、弟の帰宅を待てばいいだろう。そんなことを考えながら、俺は買って知ったる人の家でドアを開けた。 何これその部屋には、ちゃんと家具が置いてあった。誰かがまた引っ越してきたんだ。と思い込んだ俺は、慌ててドアを閉めた。しかし、怖いもの見たさで細くドアを開けた俺は、不思議なことに気づいた。 この家具の並べ方、部屋の雰囲気、なぜか懐かしい。部屋に上がって、シールをベタベタ貼り付けた冷蔵庫を見て、ついに理解した。ここは、4年 ?5 年もっと前かもしれないが、俺の家なのだ。 なぜ四階の部屋に入ったはずなのに、四年前の三階の俺の家になっているのか。さっぱりわからなかったが、ただただ懐かしさで、ふらふらと家の奥に入っていった。ああ、このテレビ使ってたな。俺の机小さいな。この電話も、 電話に触ろうとした瞬間、いきなり電話が鳴った。とっさに取ろうとしたが、ふと手が凍りついた。四年前の俺の家には、小学五年生の俺はいないはずだ。だから、俺はこの電話を取っちゃいけない。 そう思うと、この異空間が急に恐ろしくなってきて、なり続ける電話を知れ目に一目散に逃げ出した。その数時間後、帰ってきた弟と一緒にこの部屋へ入ってみたが、4年前の家なんてあるはずもなく、ちょっと薄暗い家具のない部屋が広がっていた。 ただ、押し入れの中に隠してあったトランプやおもちゃは、見つからずじまいだった。今でもふと、この体験を思い出すと、考えることがある。もしあの時、俺が電話を取っていたら、どうなっていたのだろう。くだらない妄想かもしれないが、 あちらの世界は意外と常に甘い餌を用意して、こちらの人間を狙っているのかもしれない。しかし、話は変わるが、成長した俺は今は受験生で、今、最も勉強が辛い時期だ。今、 あの部屋の電話が鳴れば、俺はその受話器を取ってしまうかもしれない。4年前の空間。 はい、どうも。時空にまつわる不思議な話、その7をご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。ゾウと申します。全然関係ない話なんですけども、映画が非常に好きでして、理由が1個あって、学校の先生にね、昔、お前好きな映画なんだって聞かれた時に、バックトゥーザフューチャーって答えたんですよね。そしたらその先生に、なんだ全然映画見てないんだなって言われまして、 こうっていうふうに思いまして、じゃあめっちゃ映画見てやろうやないかっていうので、年間3、それこそ365本以上は見てた時期がありました。今はもう全然年50本ぐらいなんですけども。で、見た結果、また先生のとこに行ったんですよ。で、どうやったって言われて、やっぱりね、バックトゥディフィーチャーが好きですって話になりました。 まあ、純粋にその先生と映画の趣味が合わなかったっていうだけだったんですけども、けどまあ、すごいいい経験になったなっていうふうに思います。なんかね、その時にやってた映画の見方があって、一本いい映画があったら、それに関連するジャンル、もしくは監督か俳優かでどんどん見ていくみたいなことをしてました。おかげでそのミュージカル系の映画は、 まあまあ、得意っていうのもあれですけど、好きになりましたね。まあ古い映画なんであれなんですけども、ジーン・ケリーとか、フレッド・アスティアっていう俳優さんがすごい良くて、めっちゃくちゃタップダンスが上手いんですよ。ぜひ見てほしいんですけど、ララランドとかで、なんか一瞬タップのシーン出てきたんですけど、あんな日じゃないんですよね。あ、これが芸を持ってる人なんだなっていう風うに、すごい思うような素敵なダンスでした。 トムとジェリーと一緒にタップダンスしたり、フランク・シナトラと一緒にタップ踏んでたりするんですよね。あと、ウエスト・サイド・ストーリーの主人公と踊ったり、サウンド・オブ・ミュージックの主人公と踊ったり、もう完璧に僕の趣味になるんですけれども、ちょっとぜひ見てくれたら嬉しいなと思いましたのでご紹介させていただきました。えー、それでは、時空にまつわる不思議な話、その8でお会いできましたら幸いです。 ゾウでしたほなほな最後までご視聴いただきましてありがとうございます登録者数が、えー、キリのいい数字になりましたらゾウが体験したもしくはゾウの友人が体験した怖い話を載せようと思っております よろしければチャンネル登録、ツイッターの登録とよろしくお願いいたします。ほなほな。